はい、皆さんこんにちは、マッスーと申します。じゃあ今日も、東方自伝の実況プレイ、多分シャープ6かな、やっていきたいなというふうに思います。前回ちょっとコーマ感でなんかおぜかわいいって発狂してた割に、なんか一気にこう悪夢が訪れて、ちょっと何々何っていういきなりシリアス展開に入ったところで終わりましたね。で、じゃあまあちょっと多分話の続きで一回切っちゃったな、途中で切っちゃったので、その続きとなります。レムマリサ、今回は助かったわ、どういたしましてって言いたいところだけど、まああなたたちは特に何もしていないわね。それはそうなんだが、それをお前が言うのはまあいいけどさ。まあ確かにハッちゃんのおかげではあるんだけど、待って、下ハッちゃんこれどうなってんの、なんか花で植えられてる。ハッちゃんの椅子がないよ。そろそろ全員に血が行き渡った頃かしらね。どこが死なない程度よ。ハッちゃんの3人分は吸い出したでしょ。まだ出せますって言ってたじゃない。なんかすごく意味深に聞こえてきてしょうがない。あ、よかったわね。ハッちゃんが植物の妖怪で、普通だったらあんなにピューピュー血を出せないわよ。そういえば、霊夢たちはどうしてハッちゃんと一緒に行動してるのかしら。ああ、それは、なんだっけ、ちょっと出会いがあったんだよね、いろいろとね。最初の頃ね。まず、この物語の始めってどんな感じだっけ、なんか植物の異変かなんかから始まったんだっけ。いや、もうね、1ヶ月くらい経ってるからね。俺もわかんなくなってきてるわ。植物の元気がなくなるね。そのことで、とりあえずパチュリーあたりに知恵を借りようと思ってね。でも珍しいじゃない。妖怪は私の敵って豪語してるレームが、妖怪を自分から助けるなんて。いやでも、まあ、レイムは退治はするけど、なんか助けるみたいな、そういう、巫女のイメージがすごいあるな、俺は。それはたんまり再生を、そういう感じだったの？今までお金を払っていたから全部やってるわけね。無言の圧力ね。この顔から滲み出てるオーラ。おっかないからやめろ、その顔。はっちゃんには悪いことしてしまったわね。失礼いたします、昨夜さんですね。おー、フランだ。フランお嬢様が回復されました。特に後遺症などはないようです。あ、フランお嬢様っていう名称を使うのか。てっきり妹様っての、なんか呼び方を使うのかと俺は思ってたけど。レームとマリサもいたもんだ。あ、やべえ、フランかわいい。さっきからさ、いや待って、俺ね、思ったの。他のスクールゲームにはない、これね、自然湯は、キャラ絵がいちいち可愛いから、やってるちょっと自分がいろいろ混乱してくるね。指が動かなくなってくる。さすが、妹君だっけこれ読み方。え？もうやだ、俺漢字弱いよ。姫君って読むから、妹、全然違う。なんて読むんでしょうね。こういうのはね、気になってしょうがないんですよ、自分は。漢字のお勉強がしたくて。はい、戻りました。なんかね、ちょっと正確にはなんかどうも決まってないのかな。でも、妹君で合ってるっぽいですね。うん。はい、妹君だな。さっき血をもらったばかりだってのに、もう治ったのか。もう体は平気かしら。ちょっとだるいけど、血をもらう前と比べたら全然よ、お姉様。そう、よかったわ。他の方々も、解放に向かっています。しばらく休めば落ち着くかと。ねえ、あの血って誰の？とっても美味しかったんだけど。目の前に倒れてるでしょ？この妖怪の血を。へえ、そっかー。展開がすごく読めたんだけどね。まあ、レイムがいるから、まあ、さすがに、そんな防御に走らないでしょう。まだ回復中なんだから、これ以上血をもらおうとか考えないことね。チェー、じゃあ、レイムのは？あ？はいはい、行ってみただけだよ。そういや、昨夜、結局この現象の原因はわからないのか？それが全く、私だけが無事だったっていうことぐらいしか判明していないわ。これは人間が無事だったっていうことなんじゃないかな。人間には、そう、怒らないこと。そういや、妖怪の山にも変な霧を出す妖怪がいたっけ。何かの異変かもね、これも。ちょっと、嫌なこと言わないでくれる？霊夢の仕事が増えますよね。そうだぜ。下手すると幻想郷の全ての妖怪が暴れ出すってことになるだろ。つまりさ、コーマ郷、ヨーヨーム、エーヤ症とかいろいろ全部あったけど、それは一気に襲いかかってきて、コーマ郷、ヨーヨーム、エーヤ症異変的な感じで、あーってなっていくわけか。恐ろしいな。でも解決方法が一つだけ分かっているじゃない。おいおい、ハッツァンの血をそんなに大量に配れるわけじゃないだろう。何も全ての妖怪相手に等しく配る必要はないわ。あんたやフランみたいな強いのには多く、弱いのには少なく、でしょ。でもそれにしたってハッツァン一人じゃ賄いきれないわよ。
何も血を使わなくてもいいはずよ。全く同じ成分のものを作れば。作るって、パチュリーは薬とかの生成は苦手？ん？薬？あー、エイリンのところかな。そうだよ、エイリンだよ。あいつならこの手の話にはもってこいだぜ。あー、なるほど。でも協力してくれるかね？ちょっと待って、フランが動くよ。フランが動いてるよ。あいつらだって万が一って可能性があるだろ？それをちらつかせれば嫌とは言わないだろうぜ。まあそうかも。あ、フランは昨夜と話してるのか。はっちゃんには世話になったからこっちもこっちで協力してあげなくもないわ。でも何を協力してくれるんだ？そうね、例えば、ファウ。あ、おはようございます。体調の方はどうかしら。あー、すごいクラクラします。そりゃそうね、あれだけ血を吸われた、あ、血を分けたら。ありがとね。妹のフランよ。フランドールスカーレット、血とっても美味しかったよ。あー、すみません、素血で。素血ってなんだよ。ねえ、弾幕ごっこでもしよう。ダメだ、やめとけ。はっちゃんと弾幕は貼れないと思うわ。フランお嬢様、その子は今起きたばかりですから。だってお姉様たちのお話聞いてても退屈なんだもの。フランさん、まだ不慣れなもので教えてくれますか？任せて、攻め方から落とし方、パターンを作らせない方法までバッチリ教えてあげるから。あれですね、まあ、コマ教二次創作の、コマ教ウルトラですね、ウルトラエクストラか。ねえ、元不元月だっけ？あれだったら、パターンを作ることはできないよね。なんか難しそうですね。じゃあ、早速行こう。はい。昨夜、絶対にハッチャンを死なせないように、かしこまりました。あ、ここにちょっと修行が入るのかな？あ、違うわ。ここで、こう3人のちょっとね、階段が続くね。なんか、レミリアの玉座に座っててさ、俺ら結構、なんか、チンプな椅子に座ってるけどね。もうちょい扱いを丁寧にしてくれてもいいと思うんだ。あいつもチャレンジャーだぜ。さて、話を戻しましょうか。そうね、ハッチャンの血の方は、ハッチャンがいないと話にならないだろうから、ハッチャンをエイリンとこに、だろう。でも、ハッチャンは言わないけど、植物たちが心配だろうぜ。ええ、だからそれにはこっちの人員を割くわ。じゃあ私たちは永遠帝に行くってことで決まりだな。二手に分かれるっていうことなのかな。しかしそれにしたって、やけに今日のあんたは協力的じゃない？もうすでにこっから異変が始まってたりしてね。なんか企んでないでしょうね。企む？何のことかしら。私を狂わせるような現象が存在すること自体許せないだけよ。そんなものを幻想郷にあってはならない。消し去ってやるわ。レミリアがレミリアじゃないぞ。カリスマ溢れてるレミリア。なんだかすごい納得しちまったぜ。まあそういうことなら今回のことについては手を組んであげようかしらね。じゃあ、はっちゃんが妹君の弾幕にやられる前に連れて行くとしますか。また父で回復なんてことになってなければいいけど。その辺は昨夜さんが全てやってくれることでしょう。ほらほら、もっと反応早く。あ、ダメだ。もうダメだ、これは。下がってはダメ。下手に下がると積んでしまうわ。そんなこと言われても、そこは勇気を持って前へ、慣れたらその方がはるかに、避けやすいはず。無理です、怖い。とか言ってしっかり避けてるじゃない。よーし、これなら、何をするんだ？今の通常弾幕ってことかな。何？どこ？消えた？あ、そして誰もいなくなったか。おー、やってるやってる。はっちゃん？次行くとこ決まったから早く戻ってきなさい。あ、はーい。止まってはいけないわ。あー、ごめん。ピチューンですね。読めてた。展開が確実に読めてた。うん。あー、楽しかった。フランだけがな。昨夜、はっちゃんは？あー、すみません。一度だけ、一度だけなら大したものよ。それじゃ、紅茶を入れてちょうだい。かしこまりました。ちょっと RPG だけど、ストーリーシーンがちょっと長くてね、ごめんなさいね。紅茶。はっちゃんの血ってとっても美味しかったわ、お姉様。そうね。ただね、お姉様。どうかしたの？なんでもないの。あー、これ、フランもアリスと同じようになんか察し始めたな、すごい。はっちゃんって意外と弾幕ごっこの才能あるのかも。避けるのすごく上手だったのよ。あら、そうなの？別のことを言おうとしたように見えたけどね。まあ、レミリアちょっとね、察しが悪いからね。一応レイムたちにも人員を割いておこうかしら。とは言っても、今動けるのは、どうなるんだろう。どういう風に分配するかだよね。お嬢様、お紅茶をお持ちしました。昨夜、少しハードスケジュールになってしまうかもしれないけど、いいかしら？はい、なんなりと。どうなんだろうな。昨夜は多分こっちの味方になんかすごいつく気がするんだけどな。
囚われた巫女、おい。また第三世がやっと始まったって感じが。どうした？囚われた巫女ってのはサマエのことか、それともやっぱ霊夢のことを指してるのかな。あ、コマカも自由に動ける。これセーブしとかないとめんどくさいことになる。オッケー、記録つけよう。はい。もうちょいじゃ進んでみるか。多分コマカ外に出ていいんだよね。人里、あ、人の消える道。え？なにこれ？怖っ。夜にはめった、ちょっと行ってみるか。霊夢がいなくなったってこと？これは。囚われた巫女ってこと。あ、まだいるね。ねえ、はっちゃん。あんたは自分の血のことは知ってたの？血のことって？薬みたいな効果があるってこと。それならもちろん知ってました。お賽銭のお金も、この血で稼げましたから。血で稼いだ？売ったってこと？いえ、苦しんでる妖怪さんとか、病気で苦しんでる人とかに血を分けてあげたらお礼にって。はぁ、隔てないやつね。まるで霊夢みたいな、だぜ。はぁ？私は、私、え？妖怪は私の敵よ。え？じゃあ私も？いや別に、問題を起こさないでくれるなら、妖怪だろうと人間だろうと関係ないしね。なんだかドライですね。まあそれが居心地よくて気に入る妖怪とか多いけどな。レミリアとか。迷惑な話よ。まあそれはさておき、そろそろ行くわよ。ちょっと待ってくれるかしら？おー、人間勢追加ですね。やっぱ咲夜さん仲間になったか。あ、これ本当に言ったけど自分見てないよ。なんも動画とかはね。うん。これだけはちょっと先言っとく。完全初見だから。ん？どうしたの？忘れ物でもしたっけ？いきなり現れたことには動じないんだ。まあ、時止めの能力については知ってるでしょうしね。いいえ、お嬢様の命令でしばらく同行することになったわ。なったわって、拒否権って言葉を習わなかったのか？拒否してくれるなら、コーマ館に戻れるから助かるのだけど、喜ばせるのは尺だから連行するわ。っていうか、お前が来て大丈夫か？コーマ館は、私もそう進言したけど、お嬢様にも思うところがあったみたいね。たまにあいつの考えてることってよくわかんないのよね。幻想郷の奴らは大抵が腹になんか抱えてるぜ。メイドさん、いつかはありがとうございました。はっちゃんでいいのかしら。もう点々点を勝手にちゃん付けして呼ぶっていうスタイルね。しばらくよろしくね。時を操れるんですよね。一つ聞きたいことがあります。何かしら？今、おいくつなんですが、あー、やばいぞ。この質問はいいのだろうか。10代よ。一瞬バカフリーズドライ。バカフリーズドライ。え？ええー、え？ちょ、待って。え？あ、今リアルでね。え、なにこれ？もしかして、これガチな仕様？これガチな仕様だったら俺相当すごいと思う。東方自然湯がね、いきなり応答なしになった、今の、時止めの、キャンって瞬間に、東方自然湯のウィンドウが応答なしになった。すげえ、この、やばい、自然湯のプログラマーさん天才だろ。処理落ちさせるの程度の能力か。あ、いえ、時を操ってなかったら一体どのくらい？ 10 代よ。ってことは、本当にお若いんですね。あれですね、16歳ですね。10代よ。はっちゃんは疑ってないだろう。私も疑ってないわよ。信じてないだけ。それって、つまり、あれだよね、なんだっけ。これなんて言うんだっけ、廃藩辞書だっけ。この子は素直でいい子ね。そこに付け入る奴らは多そうだけどな。あー、騙されやすいと思うんだよな、俺、はっちゃんは。あ、そうだ。どうした？ちょっと寺子屋によるわよ。お前も決定かよ。少しは人の意見を聞こうって思わないか？何言ってるの？もしかしたらケーネがまた人里隠してるかもしれないでしょ？確かに可能性はあるけど、ケーネって誰ですか？まあ、ケーネ先生ですね。歴史満漢全席。私は天使。はい？先生だよ、先生。寺子屋のな。はぁ、先生が人里を隠したりできるんですか？できるのよ。前も妖怪から守るために人里を隠してね、ありましたね、そんなことが。すごく大きい黒い布とかで人里を覆ったりとか、そういうことじゃないんだな。お前が想像してるのはだいぶ違う。ま、何もなくても意外とケーネも情報を持ってるかもしれないし。じゃあ早速行こうぜ。さあ、この後どうなるんだろうな。一回フィールドにか、あ、まあ、ちゃんとあるのか。そういえば、はあ、お前スペルカードはちゃんとセットしてるか？いえ。おいおい、使えるものはちゃんと使わないとダメだぜ。メニュー画面のセットで持ってるスペルカードを選んでおかないと戦闘で使えなかったりするからな。あ、そのうちも、あれ多分、買う、スペルカードを買った時にセットしたやつかな。多分このセットのことを言ってるんでしょうね。ごめんなさい、ちょっと待ってね。これでいいのか。そうそう、こんな感じで、ちゃんとセットはされてますね。昨夜さんはどんなスペルを持ってるんでしょうか。一体切って。おー、ミスディレクションか。やっぱミスディレクションだよね。あ、なんだっけ、好奇心でもなんかそんな感じだった気がする。
で、これ、まだね、どうしようかなと思ってるの、ジンに力を込めて能力を上げますっていうのがね、何に上げていいのかがちょっとよくわからないから、まあ、もし意見とかあればね、教えてください。ちょっと今後あまりにも不利になってしまうと困るので、何を上げていいかっていうのをね、すごく悩んでます。中止。はい、じゃあ今回ちょっと短い、短くはないか、もう15分くらいだね。はい、じゃあ、まあ、ストーリー会が無事2つ終わって、次回は多分 RPG 要素を満喫できる RPG ゲームになると思います。意味がわからないです。はい、じゃあ今回のパートもご視聴ありがとうございました。また次回のパートもね、よかったらぜひ見てください。ではでは、またねー。